プログラムディレクターの北川です。量子コンピューターは量子力学特有の性質によってスーパーコンピューターを超える高速計算が期待されています。しかし今実現している量子コンピューターは量子状態がすぐに壊れて誤りが生じるため大規模な計算を行うのが困難です。ムーンショット目標6はこの量子誤りの問題を克服して2050年までに経済、産業、安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピューターを実現することを目指しています。目指す社会像はスーパーコンピューターを超える量子コンピューターの計算能力によって地球規模のエネルギー、資源、環境問題の解決、創薬や室温超伝導物質開発、化学・材料産業の飛躍的発展など経済・産業・安全保障に大きなイノベーションをもたらし持続可能な安全で豊かな社会を実現することです。2050年までに誤り耐性型汎用量子コンピューターを実現するためには量子ビット数を増やす、誤り率を減らす、量子ビットをつなぐ、式位置の大きな誤り訂正方式を見つけるといった課題を解決する必要があります。そこで2025年にはまず量子誤り訂正に必要な規模まで量子ビット数を増やすことのできる技術を開発し、その量子ビットに適した量子誤り訂正方式を開発します。さらに2030年には誤り耐性型量子コンピューターの実現につながる量子誤り訂正の有効性を試作機で実証することを目標とします。具体的には量子コンピューターハードウェア、それらを量子的に接続する量子通信ネットワーク、それらを動作させた上で量子誤り訂正を行い誤り耐性を持たせるための理論・システムの3つのカテゴリーの研究プロジェクトを推進し、それらの有機的なコラボレーションによって目標の実現を目指します。量子コンピュータハードウェアは7方式を競争させて開発します。超伝導は山本剛 PM、 イオントラップは高橋裕樹 PM、 光量子は古澤明 PM、 半導体は水野博之 PM、 タルチャ聖吾 PM、 中性原子は大森健二 PM、青木貴夫 PM を中心としたプロジェクトで研究開発を進めます。また複数の中規模の量子コンピューターを量子通信によって接続し、より大規模な量子コンピューターとして動作させることも必要と考えられます。量子通信ネットワーク技術については小坂秀夫 PM、 山本隆 PM、 永山翔太 PM を中心とするプロジェクトで研究開発を進めます。さらに誤り耐性を実現するには式位置の高い量子誤り訂正方式を見つけるとともに大規模な誤り訂正を実行するシステムを構築する必要があります。このための理論は小橋正人 PM、 誤り訂正を実行するシステムは小林和俊 PM を中心とするプロジェクトで研究開発を進めます。誤り耐性型汎用量子コンピューターの実現には多くのブレイクスルーが必要であり30年かかると予想しています。日本はムーンショット目標としていち早く照準を定め、オールジャパン体制で誤り体制を目指していきます。皆様の応援をお願いします。